いなくない食べてるな、ね、自分のチンポでかいからって俺はパツパツになるけど、ブカブカじゃない？お腹痛いね、またお腹痛い、絶対や、食中毒だ。何に当たったんだろう。この肉でしょ。ステーキ、ステーキ、あれちょっと時間空いてたし、豚だしな、あれポークだし、ポークだし、やばいね。佐藤さんじゃ連絡ないし、いえ、こんな時間まで。キャバ嬢なんか携帯常にいじるのにね、返事も返ってこないの。今返事送った。でもスイカゲーム2年前のゲームなんだね。そう、知らんかった。いやいや、ってそれがバズった。そう、配信だってバズるんだね。夢あるね。なんないな、うん、なんて格好だ、パルさん、ありがとう。社長まだ起きてるの？あ、そうよ、ワンライブに太郎とマサヤ入って、マジなん？ TikTok 部門ね。あ、そう、マジだったね、あれ。で聞いた、びっくりした、俺。それ放送言ってた？え、放送言ってた？いや、田中、その時は撮ってる。あ、そうなんだ。配信に言ったんやな。配信に言ったのか、うん。TikTok 部門が出来上がったってことか。じゃあ何、太郎とマサヤも TikTok 専門ってこと？そうね、部門に、うん、TikTok 専門と、サヤが人数がいたらいいみたいよ。入ったもんよ。あ、人数がどう？うん、なんかそんなことゼロワン言ってて、いや、そうか、かわすわけ。人数だから、人数が増えると条件が増えてくる、ね、なんかそんなこと言ってたよ、ゼロワン今日喋った時。どうしよう、明日のネタ何がある？どうぞお願いします。明日のネタ、明日のネタ、まず部長山だから妊娠のなんか妊娠疑惑、疑惑、ね、釣りかもしんないけど、前もやってた気がするから。まあ山田らはもう半信半疑でいいもん、うん、配信の半信半疑。え、俺じゃないよ。あ、俺だよ。へ、あ、ジジさんもなんや。何が？TikTok 部門。こうちゃんいっぱい入ってん。今日、イキリストと中村くん何やったんだろう。バトル、あと一人の七部会作ろうぜって。あ、メタル社長まだ起きてた、うん、あ、ありがとう、お花火もサンキュー、ラスティーラスティーラスティー。だから今度からはパチンコ配信するならちょっと離れたところやね、パルちゃん。そこで気合入れてやろう。朝の8時に行くんだ、新大阪。北海道いつ行くの、天然さん。いつ行く？俺行くの？行く？俺北海道行きたいないかい？
いいよ。なんで北海道？あのね、バニーガールが鏡越しに。北海道。なんで北海道？いや、人生でも行ってとかでも俺。あ、そうなあと、ね、寒い時期に行くの？分からん、何も決めてない。北海道すごいで。寒い時期行った方がいい。あの、寒いのレベルがもうおかしいから。そうなの。でもこんなんで吹けないよ、死ねよ。舐めてる、舐めてる、舐めてる。岩手の俺も舐めてたもん。行ったらあの寒いとかのレベルじゃないもん。やばい、車で行く。岩手も大変やろ。いや、岩手も寒いんだけど、うん、北海道のはもう桁が違う。そうなの、うん、桁が違う、ね、西日本はね、行くことがいいやん。12月行っちゃダメよ、レベルがやばいよ。行くな、今だね。行くなら、え、怖い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 、え、怖い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 。俺、え、うわ。嘘だろ。ほんと、え、何頼んだの、そのサプライズある。うん、怖いだな。起きてたのね、寝たわ。死んだ人みたいな撃たれてね。北海道行ったらリアド付き来てくれる、みんな。けんちゃん来たよって。あ、北海道リスナーさんはね、うん、全体通してもいっぱいいるよね。お金持ちおいで。そう、ほんま。スーさん来たよ、うん、もうお金払ってるんだよね。来た。何頼んだんだろう。おめでとう。お腹すいたの。チゲとかいけん、チゲで。チゲかよ。ラーメンどこ。でででで、で、完食なんだろうな。すごいな。ラスカイ、ラスカイ、ラスカイ。あ、リスターさんが買ってくるからね。いや、そうだ、俺たちだ。自分で。おにぎりか、あ、いいね。寝起きでおにぎりほどやるな。養分たちの夢を見た。刑務所に捕まってる獄中生活の夢。特に養分パルパルってなんやねん。まあなんやねん、それ、うん、ハーゲンダッツの嫁、昨日誕生日で1000万のレクサス誕生日で買ってもらってる。そうなの。へぇ、あれだね、期限取り。そうだね。こんなことやってみたいね、人生1回ぐらい。すごいな、1000万円だよ。うまそうやな。そんなことできるの。うまそうや、食うしか。展開。寿司屋のやつ、うん、粘り当てた。で、1個ちょうだいよ。欲しいな。うん、お俺いらない。てんちゃん、いいよ、いいって。俺いらない。なんで。いや、あの、てんちゃんに欲しそうだったから俺が代わりに聞いた。美味しそうだよ、パルチ、見てごらん。えぇ、ほら、まんねえな、おい。余計そう。ユッケちゃんスープか、それ。カバさんがご飯だ。おにぎり美味しい。寝ながら食ってない？気のせい。このせいさんがおにぎり食う配信ね、うん、それを見る俺たちねっていう配信、うん、お薬飲んだ？大丈夫か？
動物に見えてきた。本当に何なんだろう。この味噌汁がまずたまんねえな。このご飯で食うやつね。いいよ、食って。いや、ちょっと。これ何が入ってるの？あ、豚汁か。降りたい。いいな。ASMR。おにぎりだけでいけるか？あ、まず唐揚げからね。女の子に見えるな。か弱い。この時間帯見たらたまんないだろうな、ご飯。そうめんみたいお母さん、オッケーだって。いいのかだ。いや、俺もちょっとお腹痛いよ、なんか。まあ、もう。どうやんか。ヨブン来な。うん。ヨブン、ちょっとお腹空いてたんでしょ。映ってないヨブン、こっち来て。うん、映ってないから。あ、重たい。うまそう。うわあ、いいね。梅干しそれ。うん。梅野菜行こうよ。あと、一個。なんか食べたくなってきた、俺も。な？唐揚げ、あ、最高だね、唐揚げは。唐揚げの中に入れて、梅の酸っぱいのを口に入れると。うわ。まず、唐揚げの脂っこいものが梅で、たまんないな。たまんない。また噛むと脂が出て、無限ループですよ。この赤い身もね、いい梅干しですわ。たまんないね。ヤマ君こんな顔面がっつくいくのは、うん、写真見たわ。腹減ってる、うん、じゃあ次コマ行くの。あと2分1だから、うん、2個しかないからどっちを取るかやね。いいですか。おにぎり、おにぎりあと1個でしょ。
なんか唐揚げ1個、おにぎり1個。全部いっちゃいなよ。どっち行くんだ。悩ましいよな。センスが問われるよ。なんで俺もお腹痛い。パレちゃんお腹いっぱい。まあちょっとお腹痛い。ちょっと。行っちゃっていいよ全部。俺はね。好きなお肉なんて。どっちかしかないんだから。お茶からも行っていいし。唐揚げか、おにぎりか。それ同時食いか。マヨネーズつけちゃうか、唐揚げに。あ、てお前。ああ、そうだろ。あのおにぎりとお前。そうでしょ。あのおにぎりとか。今から食おうとしたのに。取り上げられちゃう、これ。わかんないわ。せいさん、顔見てみろ、お前。睨んでるよ。睨んでるよ。俺のおにぎり取りやがって。せやろ。金払い。なんでおにぎりいた。それが、じゃあ何が入ってるんだろう。シャーケ、シャーケきた。シャーケはたまんないね。あ、嘘だろ。だから なんでおにぎりいたの。おにぎりだけはダメなんだ。政治の顔見てろ、政治の。持ってるだよ、政治。うわっ、うわすごい。うわすごいね。口でかいんだね、意外に。唐揚げもいっちゃう、そのまま。無理か。お茶はないぞ。一つやっぱパンパンやこれ。一人一個食べないとヘイト向くから、うん、お腹いっぱいやろ。お腹いっぱい俺。じゃあ、うん、先生先ヨブは。いや俺はもうパルちゃんにとってるから。お前は。あるわ。ゼロン食いたそうだよ。どうしたいこの唐揚げ1個と最後。じゃあ天然天然行って。いい、俺いい。ゼロン食いたそうです。いい。誰が食わすのそれを。唐揚げ最後どうする。ゼロン食いたそうだ。ゼロン食うか。見てくれ。よく見たら。うん。いや俺パルちゃんのために。パルちゃん食べてないもんね。いや本当お腹痛いのよ俺。パル食べて。いや我慢してるって分かってるよ。我慢してないってね。してたらもうあのまま言ってたもん。まあ、食うしかないよな、流れて、うん、食うわ、うん、俺は普通に食うよ、申し訳ないけど。俺食いたい。そうでしょ。俺食いたい、うん、唐揚げ食いたい。そうでしょ。じゃあ食っていいよと。いいえ、どうぞ。あ、いいな。唐揚げ1個で何しろって言うんだよ、そもそもが。一口だわ、こんなの。ほら、食いたいって。 あれどうした。何時今ね、3時だね、うん、唐揚げ食うか。ゼロワン、唐揚げのボトルを1個、うん、ん？いらんか。揉めるぞ、お前それ、うん、ラスト1個が一番揉めの、うん、だねよ。遠慮の塊。遠慮の塊イコール炎上の塊かもしれない。唐揚げはでかいと思うよ、俺。まぜ。しかも、おかずのここバカだな、ほんと。これはかけて食ったら最高やな。誰もかけてない、これ塩。あほなの。かけたらな。べらぼうにうまいで、塩コショウ。大小の塩コショウ。うまいわ。どううまいよ、それ。いっちゃいなよ。ちょっとね、お腹が痛いな。ここ滑るな、これ。
でね、アホは唐揚げにかけるんだよ、うん、ツーはここに置くのよ。なるほど、そうそう、うん、目閉じて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 どうすればいいの俺。ちょっとあのいただきますね。あ、ちょっと待って、ごめん、ちょっとうんこ行くわ。嘘、ちょ、やっぱもう無理だわ、ちょっと腹痛い。誰がどうすんだろう、うんこ行くわ。さっきから俺とパルちゃんのインターバルやん。ステージ行く、ステージ行く、肩唐揚げいいの、ほんまに。ここまで行け。いや、いいよ。それはかっぱ。俺もいいわ。いや、俺も大丈夫だよ、大丈夫だよ。ルちゃんがケツメドに蓋してきちゃう。ケツメドに入れちゃう。こて。うん。うんこ出ないように。栓しちゃえばそれで。ルちゃんのケツメド。丸々入るで。余計っぽいだろう。どうしたいのこれ、伊沢さん。こんなん俺食ったら炎上するわ。唐揚げ1個で絶対食うなよ、高志。絶対食うな、絶対食うなよ。ゼロワン大きいんかな、食えよ。いや俺はいい、本当に。いや、僕いいや。いや、俺はいいよ。せいじょ。いや、俺はいい。じゃあ、俺食うわ。でも、ここまで遠慮の塊来たらもう食わなしゃないやろ、うん。俺はね、勇気振り絞ってね、食いますって言ったよ。やめてね。唐揚げ1個で、そう叩きにすんの。いい？から唐揚げ1個で袋叩きするのだけはやめてください。いただきます。あ、わさびなかったっけ。わさび、わさび冷蔵庫、最後わさびつける。俺冷蔵庫に置いて。あ、マジで、うん、調味料ないの。何系がいいの。なんで、なんで。あ、これやん、塩コショウ。あ、じゃあもう塩コショウ食うわ。じゃあいただきます。そう、はい、パル、うんこ、パル、パル、早くうんこ出て、お腹痛い。さっきのポークステーキやな、完全ステーキだ。まだ食ってないの、アホなの。はい、気になよ、うん、いつまで続くんこれ。唐揚げ、いつまで続くんこれ。朝まで続くんこれ。こんなネタで引っ張りたくねえよ俺。唐揚げ1個で、唐揚げ1個で行っちゃって、最後のお前。やっぱ唐揚げ1個で。あ、じゃあ、うん、よ。俺さ、優しい人間なのよ、うん、で、今うんこしてきたんだけど、うん、これ一個食うね。もう一つ。さあ、これ誰にあげようか。とりあえず置いといたら。とりあえず置いとくか。あ、増えた。増えた。もう食ったから。男気するか。増えた。うんこしてきたやつも手で食った唐揚げ食えねえよ。うんこ、うんこみたいな。うんこ触ったわけじゃないじゃん。ケツ言ったんだろ。ケツ言った。なんで触っちゃったんだよ。誰が食いたい。俺はもう、これはリスナーさんは。もう色出しよ。リスナーさん納得しないよ、これ。もう、誰かに食わせないといけない。うんこじゃないかよ。じゃあ手は洗った？それはもちろん。ヨコ先生、一回ここ座ってみるよ。え、これ
一回去ってみて。じゃあ俺が決めていいな、これ、うん、決めるの。あれ、テンちゃん来たわ。テンちゃん、まだ食いたかったこれ、唐揚げ。え、嬉しくないよ。いつまで引っ張ってんこの値段。これあと2時間引っ張るよ。うせやろ。うん、なんだ味で。あれ、ちょっと待って、半分まで引っ張るよ。唐揚げの状態が半分だってこれ。2分1に。なんで食わんの。食っちゃったかな。あと誰がだよね、4人の中で。じゃあ次、もう触ったから。じゃあ行こうか、これ。大胸筋たっぷり。いただくよ。でも俺はね、こういう仲間をね、ちゃんと大切にするから。嘘だろ。ほんまほんま。お前嘘だろ、やめてくれよ。ちょっとだけ食う。手二度付けなんだけど、エキス、うんこのついてる唐揚げに。ちょっと寒いじゃん。残してるんでね。唐揚げ。ちょっと寒いじゃん。誰が食うのこんなん。ちょっと俺早めに食べておこうかな。もう一口言ってよ。何誕生日だったから。違う、誕生日だったから。誕生日だったから。運がついてる。運がついてる。でも一口言って先生。年男で。いや先生マジで一口言って。行けよ。分かった。けど今回遠くから来てくれてる友達。あ、そうか。触ったったの。そういうのありがいいかな。そうだね。あ、塩コショウでな。うん。みんな俺のんこ食ってる。うんこ食い配信。みんな俺のんこ食ってる。うんこ食い配信。うんこ食ってるで。小前くん最後だから決めちゃってじゃあ。うん。うんこ食いだこいつら。それしかないから。全員うんこ食いだ。うわすごい。この一番お腹痛くなる。バレバレのうんこ食っとけよって言われるよ、よっさんに。おいおい、お前一口でいかないよな。最後もう一人だけ食ってないんだよ。いや俺分けてくれた一番優しい。誠意残すなよ。なあ、メロよ、誠治残すなよ。誠治嫌な顔してる。分かってるやん、小前。いいだろ。小前。いじりお方みたいなやついるけど、うん、大丈夫これ。うわすげえ。ペロ分厚。うわ。誠治これ。お入ってからの。おまだ行く。あ、キワキワまでいたの、お前。キワキワまで。一個でどこまで、うん、じゃあ、先生。いいですか。無理無理無理。最後ね。無理無理。これ先生のために。無理無理無理。やっぱり。気持ち悪い気持ち悪い。エンタメの神様。無理無理。エンタメの神様。無理無理無理。これ、誰が食べる。俺行くわ。どうぞ。それ。けえへんの。もっとけえへんの。さすがにみんなが触りまくったラスト。最後ゼロワンでいいんじゃない？ひねるで。ワンライブに授業いるから、ね。社長にお世話になってる。社長何ついてるんで。ワンライブ社長行ってもらう。お腹すいてる。おじぎられちゃう。え？まあ副社長だからやっぱねぎらわないと。そうだ。勘弁してくださいよ、そのノリ。なんすかそのノリ。じゃあ最後じゃあじゃんけんしよう。男気しようよ。絶対嫌。絶対嫌。いらない。これ多分残したら。アフリカ中は、ね、アフリカ中はじゃんけんする。じゃんけんでいいよ。絶対嫌。俺はもう食いたいけど。無理無理無理。俺も食いたいよ。100%無理。
やるぞ、誠治。何分の1？何分の 1？ 5分の1。絶対無理だ。いや、あの、男気やろ、うん、負けたらいいよ。負けたらいいの、うん、絶対負けるもん。変に男気出したらダメよ。いや、勝っちゃうもんね、絶対、うん、やるぞ男気、これラスト。気持ち悪い。いや、気持ち悪いので体張るよ、これ、うん、勝ったら勝ったらご褒美。うわ、まず俺がうんこしあった後の大腸菌ね、田崎大輝の大腸菌つけで、養分は手は洗ってないから普段から洗わない、うん、今日一日分の、うん、何うんこ、うんことかおしっことか、 なんかそれを汚ねえなで、てんちゃんもそれ食ったでしょ、うん、最後お前が食べられるうわ男気やで。勝ったらダメなんだ。明日勝ったらダメ。明日ダウンだ。負ければいいのね。負ければいい。絶対勝ちたくないじゃん。上。いつもの原則でいきゃいいやな、俺。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。おお。これ映って見えてる？須田さん。うん。いいか。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。うわー。うわー。最悪。これ政治勝つわ。3分の1。いやー、これ怖いわ。見たから揚げまして、もう正直めっちゃお腹空いてる。俺はなマジ無理。お腹めっちゃ空いてる。マジ無理。ここの勝つんか俺。養分勝ちそうだな。チェンジが養分で。いや勝っちゃうよ。いやあんちゃん困る。俺が勝つかもな。左手でいこう。戻ってくる。男気じゃんけんじゃんけんぽい。うわ。みんな同じ思考だ。うん、危ねえ、チョキ出しちゃってアウトだった。危ねえ。せいじ、力んだ感じで。うん、おっと、いくよ。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。うわっ盛り上げるよね。盛り上げる。まあ、次決まるよ、うん。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。うわ、うわ、食いたかった、食いたかった、うわ、何勝ち残ってんだよ、最悪や、もうしかも今もうこれやめたのノリはできないからね、もう毎回これを流れてくると俺じゃねえのかこれ、絶対俺じゃん、どっちだ、俺は両腕の時のじゃんけんも俺勝ってるから。右乳たちのスープカレーの十何万も俺買ってるから、こないだの焼肉も俺全部買ってるから、誠治はガチでやがってるから、うん、次何出すの、いや分からん、もう目つぶって出してた今、誠治出しそうなの分かったわ、誠治が出すの分かった、読み合いだからこれ、うん、心理戦勝ったら負けだから、うん、分かった、誠治が何出すか分かったよ、あのね、単純な人間こそ出すものがあるんですよ。あ、誘導してるよ。もう。じゃあ俺パー出すわ。お、宣言じゃんけん。じゃあ俺もパー出すわ。俺パー出すわ。俺もちょっとパー出すわ。これでパー出へんかったら虚言ね。パー出す。心理戦。いや、俺もパー出すよ。うん。お、あいこだね。パー出すわ。うん。グー出す。グー出して。じゃあ俺グー出すよ。グー出すね、俺パー出す、出す、俺パー出すから、じゃあ俺セージ食うじゃん、うん、グー出すよ、いいよ俺パー出すから、分かった、セージ嘘つかないからね、かグー出して俺はグー出すよ、うん、じゃあパー出しよ、パー出すよ、男気じゃんけんじゃんけんぽい、あいい男やで、ね、騙されるとこだったね、裏を読んだんだね、読みすぎたね、あ、裏をな、嘘だこいつ騙しやがってから腹黒いよ、食いたくない、うわ怖いわ、食いたくない、腹黒いよ食いたくない、こんなよし決めた、みんなの液入ってるよ、うん、よし次チョキ出す俺、あしたら俺、うん、パー出すよ、パー出して、分かった、もうここからは常識通用しないからね、チョキ出すね、うん、俺はじゃあパー出すよ、パー出していい、聞けよパー出して、俺チョキ出すから、俺はパー出すよ、うん、うん、どうなる、読み合いです、いくで、うん、男気じゃんけんじゃんけんぽい、成功
今の話すこですかね。仕方ない、これは男すぎていいんだよ。あ、いい、いいよ。誕生日プレゼントで言いたくねえもんね。うん、よくよく、これは面白い。正直者がバカを見るんだよ。大人になって怖いな。いや、つえないからず、うん、まず、いただきます。みんなで息ついてる、ね、なんかうまそうに見えてきたよ。さあ、病気だよ、うん、あれ全力ナイスお願いします。ああ、そうだね、全力ナイス行こう、行こう、今なんぼ、あれ、思いやりはあった方がいい、うん、思いやりって何。いや、いらないよ。2400、2400、僕3000いったしな。3000いく、うん、じゃあ3000ナイスで、ナイスお願いします。3000ナイスお願いします。汚いから行くんで、落ちたより100倍汚いです。非常に汚いよ、はい、うん、下手したら明日で岩子さんね、食中毒起こすかもしれへん、うん、マンホールから拾ったから全力ナイス、体張ってます今日。いただきます。いや、まだ3000、3000いくで、3000ナイスで引かないよ、3000や、いかんなら2400。でも行ってるよ。行くよ。行ってるよ。行くよ。何ぼ？2500。2500。行くよ。2700。行くよ。3000ナイス。2500行った。行った。うん。行くよ。2509。これは行くよ。唐揚げ。唐揚げで。あ、俺がトイレうんこして、うん、トイレ行って、うん、触った唐揚げで、うん、その後に。養分が今日一日中、手も洗わないで触った、うん、そう、ギッときたの、うん、日本一不衛生な唐揚げ食うから。これがね、うん、僕らの渾身のネタです、今日の。行こう、いや、行くよ。いらんす2525、ニコニコ。小前くんがペロペロして唾がついてる、うん、想像しただけで、無理でしょ。で、小前くんお腹痛いから、うん、大腸菌ついてる、とんでもない病気とんでもない、いいの、こんな誕生日プレゼントもらっちゃって、うん、いいね、ほぼ虫ですね。唐揚げじゃない、もういい、食べるよ、もう、うん、食っちゃう、いく、もう、じゃあ OK です。いいの、感想言ってない、味の2530、売り終わりになる、2530、伸び終わりは、まあ寄れたからね。2600にしよう、うん、うん、あと2678人、2668人、いけるか、あと70人、あと70人、そう、あの金まみれね、みんなの狛江が一番汚かったもん。なんでプレデター思い出したもん俺、プレデター。どういうこと、なんか口から触手出てきたーって。じゃあもういくよ、じゃあいただきます。ウジ虫みたいな感じで、うん、何回言った、いや、まだまだあと51人、あと50人、50、早く50ナイス、お願いします、ナイス、全力ナイス。48、こんなに唐揚げで長くやったことないね。多分唐揚げ1個でここまで引っ張れんで、ふわっち初ですね。ふわっち初、唐揚げ1個で、唐揚げ1個でこんなに汚く食うやついないで。あと40、 YouTuber のチャンネル登録のカウントダウンでじゃん、確かに。あと40、もうちょっとで、もうちょっとで、あと38、で、またこうやってずっと放置してると、つばって時間経つと菌繁殖するからね。プシュプシュ、わかる？ペットボトルの口もそうだし。今もこうしてる間に、そうだよ。とんでもない。血液みたいに回ってるんだよ。エキスで固まってる。まだ。あとね。あと33。33いける。押しとくか。いけるいける。33。ちっちゃいからね、面積が、うん、緊張、それ何繁殖するんだよな。ギリ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 、もちょもちょい、もちょもちょい、30、一回持つか、みんなで、うん、え、唐揚げを
決断ないでるか俺の決断ないでるか決断ないでるか一回なふさごか押し込んで最悪なやつだよ、ね、指で押し込んで入れるか一回あと23人なんかだんだん顔が渋くなってる外に落ちてるみたいなもんね外で落ちてるの拾ったみたいになってる広く変色してるなんか何やねんからあげたのなせいでしょ22唐揚げです40分くらい引っ張って、うん増えてる増えてる。おおいいね。これ見てください。余分体張るよ。なんか黒くね？黒くね？して。黒いね先っちょがなんか。なんだこれ。いや多分唾液で膠着してる。もうちょ。公園で拾ったみたいになってる。全然ないです。あとこの。はい。あと17あと15いけるカビてきてるもんどんどん黒くなってるあと酸化してるんちゃうどん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 あと16人16 13 13いってくれ頼むいってくれここから減ったり増えたりいい加減してもうどんどん腐ってきてます、うん、早くしてください皆さんもうあーいったいった、うん、いただきますハッピーバースデートゥーユーうわ食ったどう味はどんなだあちょっと噛みしめるんやねどうなのスパイシーじゃないちょっとスパイシーだよピリピリしてるピリピリスパイシー唐揚げお茶飲みたいねあれよこれお茶これ誰のお茶飲むかなうわ飲みすぎのお茶もう唐揚げで30分以上引っ張ってるやばいまた唐揚げ頼むか頼むえぇもうえぇ第2弾いく引っ張るか第2弾たこ焼き行くか大阪といえばたこ焼き一番やばいたこ焼きやってんのか油も酸化してる3時47分何やってんだ俺ら、うん、おかしいんやね朝だからねお前今どこ明日奈良に車出すよ奈良だってもう行ってきたし今日昨日か辛辣だね、うん、パルパルのケツにたこ焼き突っ込めていい食うならねいや食うならいいよバッタリすねいや突っ込んだ後に僕にしゃべれた俺だけじゃあもうあれでいいんじゃないみんなのケツに入れて置いて絶対やばいですよそれピーナッツにしないピーナッツうわ絶対茶色が出てくるなんかソースつけたみたいになりそうだねパルちゃんなんてみんなうんこしてねうんあピスタチオ食いたいってやついなかったさっきなんかいたね食わせるピスタチオそんな食いたいならああそんなに食いたいいっぱいあるからねここにピスタチオ本物のピスタチオ食いしてやるぜピスタチオこれピスタチオじゃなくてカキピーやカキピーやでよだピーナッツ穴に入れてねピスタチオピスタチオにするんだよ、うん、コーティングして緑にするかそれ、うん、緑にするピスタチオ緑だからあそっか本物にするかパルちゃん、パルちゃん、錬金してくれるもうソースだけ食いたいからケツ穴に入れるんだよ、うん、うわそうそうそうなんか匂いがやばいだろ、うん、で、最後、ひとまに食うんだよ最後、ゼルワの口に入れてる
ちゃうよ、ね、治っちゃう。社長おはようございますってスポッて入れるんだよ。社長おはようございます、きびだんごのようにあまりにも寝起きが悪いんでいて、はい、病気悪化しちゃうよ。こんばんは。汚い話しかしてない。うん。そうこないです。だいぶ追いついたじゃない。先切ったよ。え？先切った。先切った。すごいな。やばいよ。ありがとうございます。焦ってるよ。それでこれ。おお、やばいじゃないか。緊急企画やる。考えるとなんか強いよね。緊急企画。焦るじゃないこれ。どういうことだったのね。何が起きたんってなったの、リョー君のだって配信は見れないわけじゃん、ブロックされて、びっくりすんだよ。何何って、うん、何のチート使ったこいつみたいな。線切ったらやばいな。線切っても梅雨来たらね、うん、毎日だってエビさんだって店とかだぜ。赤津ちゃん、うんこ食ったんだよね。誰が？カネマンの。あれ出たね。マジで言ってた？本当言ってた。ガチ？ガチ。え、そんなヤバいっすよ、赤津ちゃんとした。カネマンもヤバい。なんで食べたの？罰ゲーム？いや、なんか愛してるから。愛を確かめ合うため。嘘でしょ？え、どういうこと？完食したの全部、まるまる。なんかツイッターに書いてた。言っていいのかかな？言っていい？めっちゃキモいよ。いや、言いたくないな。なんかね。カネマンさんがケツ私の顔に置いてきた、うん、うんこされた、あ、そのまま顔の上でうんこしてたで、食べたら、うん、シャキシャキあ、なんか、ジローラーメン、その日はジローラーメン食ってたの、もやしがそう、とんでもないこと言ってた、いやー試食悪いこと言ってた。変態なの？変態なんだろうね。え、可愛いの赤ずちゃんって。いや可愛いっちゃ可愛いんじゃない。そうなん、え、かわいい。普通の人は可愛い子なんだよ。そしたら仕方がないわ、無理だよな。いける？みんないけない。いけないだろ。特技配信者、ガチの、うん、緑さん以来、うん、特技緑さん以来どうする？佐藤瀬ちゃんがハルマルチのうんこ食いたいから、いや無理、さすがにキスできない、それハルちゃんも食ったらいいや、そしたらキスできるよ。どういう理屈？無理だからねえ。嫁さんのうんこ食える？食えない。だよね、うんこは食うもんじゃないからね、うん、食えるっちゅうか食わす方だ。僕はそうでいける。無理無理無理。政治行くぞよ。政治。さすがに。やりそうやね。人のさ、顔の前でよく出せるよな。それさ、おしっことかもさ、家の中でさ、出せないじゃん。うん、出せるよな、よくない。肛門が開くよね。うん、確かに。トイレじゃなくて出なくない？それで、愛を確かめ合うで。うん、ああ、でも、それ愛感じんのかな。うん、まあ、そうなんだよね。うん、私のために、何、あなたのうんこは私は食えるのよ。そう、そこまで愛しますよっていう。ハードすぎるわ。あるけど結構すごいよね。感想も、うん、あと7分じパルちゃん大変よ、エロ配信してるよ。あー、今見た。本当にしてるの？本当？エロ配信じゃないの？どれ？誰？エヴァ買ってやな。パンツ見して。何で買ってこう？見して。パルちゃん見して。いや、待って。何でそれ？これパンツなの？えあれこれ、おっぱい触ってる。あ
もんで、もんで、もんでダメになるわ。酔ってやってんだろうね。うん、あ、わかった。バンだ。バンです。バンです。あかんとある？あかんと。バン。なあかんって書いてある。なあかん。あかん。食べてよ。ナータンさん、バンに書いとこ。あ、まだバンちゃうわ。バンちゃうわ。あかんとあるけど、もうちょいしたら消滅する可能性ある。まだあります。ふわっちはエッチな放送多いんだよね。あんなん伸ばしたらあかんわ。キャミソールみたいなやつでしょ。あ、ナータンさんの顔出たわ。うん、あの子、早いね。エッチだね。メタル社長から来た。まだ起きてたの、メタル社長。起きてる。そんなに見せたいのかね、女の人。見せたいんやろ。てかマジサムネ規制なんとかしゃべると思うからね、俺は。おすすめおっぱいとかばっかだよ。うん、男も際どいの撮ったらいいんだね。みんなお腹出してやったりとか。確かにね。まあ昔は上半身あんたができたのにな。ね。たまったこれ。おいしいね。する次は解散か、じゃあ次はか。政治イベント中だけどね。やりな。ゴールデン。やりな。ゴールデン。2位なんでしょ。1位なの。抜かれてない。抜かれなよ。イベントやってる？てねさん。やってる、やってたよね。そんなやつ。ほんと？もう一泊行くの？うん。あとそんなやつ。行くか？うん、やりね。俺たちの力を見せるか？12時までやろうぜ、夜の。夜の12時まで？うん、勘弁してそれは。って言うて、一番好きかるわ。言うだけ言って。うん。行くぞ。一番好きかるわ。後半来たら。12時まで。まあちょっと多少は仮眠するけど、うん、こんなん分回してたらいいや。だから5人いるんだから、うん、交代交代でいいや。分回してたらいいや。あ、誰か寝てってことね。だってイベントも出たら寝てもいいんじゃん、うん、分回してたらいいや。それ流しよ。そんぐらい集まれろ、ほな。あと900ぐらいか。900ぐらいでな。エビゾは朝までやるぞ。スタミナ削らせる。3日ぐらい寝ないで、あいつは。ずっとやってるんだ。うん、誰が？エビさん、うん、寝てないの？3日、4日も。寝てないの？あの人。やばくね。黒ひげと一緒だよ。ずっと1位取ってか思わないよ。すごいよね。何ヶ月取ったんやろ。3ヶ月だけ。うん、3ヶ月ずっと1位。その前に取ったの誰？よう、
今から3ヶ月前って6月ゼロワンクヨーブゼロワンか、ナナちゃんかナナちゃん以外モンジョリやってねえんじゃねえ今年やった やってる誰やろあ最後パルパルだわ俺1位取ってたうんマジあ、多分5月だねうん3600まで行けばいいってことだよパルちゃんすごいな呼ぶもう1回取れるかどうかだ、うん、切れちゃうよ、うん、強いな、はあ、てんねん解散するかするかわっちゃうで終わってしまうか行くで行くでんじゃん去年俺4回取ってるよなナイス1あすごいわ、うん、今日も今月も取れそうじゃん取れないよあいつ1日2000も取るんやからいやたくさんの人たちずっとやるんでお誕生日祝ってくれてありがとうございましたずっとやるんでこれが配信者たちのオフな姿でした。ありがとうございました、皆さん。ありがとう。パルパル。シャカシャカ。